今から7、8年くらい前、IT バブルと呼ばれていた頃の話。私が学校を卒業して、新卒で、とある自称 IT 関係という会社 A に就職しました。当時私は、就職活動を適当にしすぎて、3月ぐらいまで職がない状態で、会社 A から内定通知が来たとき、渡りに船、なんてついているんだろう、とまあ、大喜びをしておりました。この会社 A というのは、設立10年ほどの小さい会社で、大阪市内の雑居ビルの中に事務所を構えており、社員は私を含めて20人ほどの会社でした。新卒は私を含めて5人。設立以来、初めて新卒者を取ったということもあって、社長を含め、会社全体でものすごく歓迎していただきました。IT 関係と一口に言っても、業種は幅広いものです。会社 A が行っていた IT 事業というのは、パソコンのセットアップやソフトのインストール。パソコンをある程度知っている人間ならできる業務です。当然のことながら、まともな売り上げなんか上がるわけはないし、大手の企業もやっているからかなり厳しい状況でした。そんな中で私が配属されたのが IT 推進事業部。部といっても6人程度。新卒の者は全員この部に配属されて研修を受けておりました。1ヶ月ほど経った時、配置転換が行われました。新卒者の適性や希望などを考慮して再配属をするというやつです。私自身はパソコン系の専門卒者であり、他の新卒者よりもパソコンに詳しいということで、IT 事業部にそのまま残る形になりました。ここでまあ衝撃と言いますか、違う部署に移った人間から面白い話を聞かされました。会社 A というのは、現在 IT 関係をメインにやっていこうとしている会社ではあるが、売上のメインは金融及び不動産仲介。もともとは金融会社だったと。ここで誤解されるとまずいので補足しますが、決して怖い金融会社ではありませんでした。社長はビジネスとしての IT 系のビジョンを持っており、私たち新卒者をいずれ IT 系の主力として頑張ってほしいと言っておられました。まあ、混沌とした会社でした。会社に入って1年ほど経った時、この会社 A の命運を決める事態が発生しました。不動産仲介業。私自身はこちらの業務には全く無知です。会社の中堅の TW さんが市内のとある物件を扱ったというのが原因のようです。何が起こったかというと、結果から言うと、この物件に関わった人間、私含めて全員、怪我とか不幸が多発しました。私は左足がやや不自由。同期の人間 YT、左半身不自由。同期の人間 MK、左の手の指を3本切断、および身内に不幸。中堅の TW さん、行方不明。中堅の SY さん、左足を大怪我、および身内に不幸。中堅の WM さん、事故でお亡くなりになられました。社長、莫大な借金と保証で行方不明。その他、経理の方とかが、左目に出来物ができたり、左手を怪我したり、めちゃくちゃでした。
ことの流れはこうです。世の中が Y2K2000 年問題が近いと騒いでいた夏の頃でした。会社の中堅の TW さんが知り合いか友人か何かの不動産物件の委託を受けたそうです。この方は社長とも顔見知りで、よっしゃよっしゃで引き受けたそうです。中堅の TW さんに新入同期の YT が部下みたいな形でつくことになりました。 YT 自体は営業畑希望で、 TW さんがこの物件を俺に任せると言ってくれたよと喜んでいたのを覚えています。 YT がいろいろ営業などでこの物件を売り込んでいたようですが、一向に売れなかったらしくて、だいぶ苦労していたみたいです。初めて任された物件ということもあって、こまめに管理業務なども行っていたようです。最初にことが起こったのが、確か秋口だったと思います。YT が出社してこない。家に電話しても、携帯に電話しても、連絡を取ることができない、ということで、大騒ぎになりました。中堅の TW さんは、どういう理由でその物件に行ったのかは知りません。その物件の中で、YT が倒れているのを発見したんです。詳細は省きますが、YT 本人から聞いた話として、その物件を見に行って、いろいろチェックして帰ろうかというとき、猛烈な眠気に襲われて眠ってしまった。気がついたら病院だった。YT 自体は元気でしたが、脳に出血があって、それが原因で倒れて、左半身に障害が残るという結果になったということです。そのことが原因で YT は会社を去ることになりました。中堅の TW さんはひどく落ち込んだようで、俺が一緒にいればそう言っていたのを覚えています。その物件の管理業務を MK が引き継ぐことになって、しばらくして社内で MK が病院に担ぎ込まれたと騒ぎになりました。詳細は、MK がチェックを終えて帰ろうとしたとき、門で指を挟んで飛ばしてしまったということでした。一見事故のようでしたが、また例の物件だったということもあって、あそこ何かいるんじゃないかと、まあ話題には上りました。MK 自体は、手術ですぐ接合したということもあって、左手が使いにくいと言いながらも会社には来ていました。事故の原因は、靴に汚れがついているのを見つけて拭こうとして、こけないように何気なく左手で門を握ったら、自分の体重で閉まってしまって指を飛ばしたということでした。しばらくして田舎の両親が不幸になり、家業を継ぐからと会社 A を去りました。後で聞いた話ですが、MK の田舎の両親は車の事故で、車と遺体が原形をとどめていなかったそうです。その時はその物件がどうというのは誰も真剣には考えていませんでした。YT、MK と3ヶ月ほどで新入社員が2人も減って、社内はちょっとした混乱になっていました。そこの時、例の物件の管理は中堅の TW さんに移っていたようです。新年を迎え、社員一同が仕事始めで、社長の挨拶を聞くために集まりましたが、中堅 TW さんの姿はこの時にはありませんでした。しばらくして、
私の上司にあたる SY さんに、TW さん、最近見かけないですね、と何気なく聞いたことがあります。年末で退職した、と聞いて、ひどく驚いたのを覚えております。1月が終わるか終わらないかの頃、社内の経理や総務の人間が、やたらと眼帯や左手に包帯を巻いていて、社長が、正月気分が抜けていないようだから、気を引き締めるように、と通達していたのを覚えています。その頃に上司の SY さんから、IT 住宅というのはどうだ?というのを聞かされておりました。要するに、会社 A の不動産物件に IT 関連の設備をつけて売るということです。SY さんは、まだどこもやっていないし、新しいビジネスになる。成功したらすごいぞ。すごいですね。もしかして、あんなことやこんなことも。もともと私は貧乏人のせがれで、一攫千金のプチ野望をこの時は抱いていたんで、光通信や館内欄などを詳しく調べ、IT 住宅案件というのを SY さんと一緒にやることになりました。2月の初旬には、SY さんから、例の案件、社長が号を出したからやるぞ、ということで、モデル物件に足を運ぶようになりました。新築物件ではお金がかかりすぎるため、すでに建っている物件に乱配線をするというのが大まかなプロットです。今となってはどこでもあるようなものです。このモデル物件が例の物件でした。当初私は全くそのことを知らされていませんでした。おそらく社長は薄々おかしいと気がついていたんじゃないかと思います。早めに手放すため、この物件を候補に挙げたような気がしますから。普通の建売り住宅で、白い壁の外観、2階建て、車1台が止められる駐車場と、どこにでもあるような家でした。SY さんと物件を見ながら、どこに何をつけて、どういう配線をするかなどを話しておりました。無論、私には霊感なぞ1ミリもありません。今でも日にちをよく覚えています。2月の13日。2回目か3回目にその物件に行った時です。私は屋内配線をするため、その家の壁材やら、柱と柱の隙間など図面を持って調べていました。しばらくして、何やら外で SY さんが大声で叫んでいるんで、急いで駆けつけました。そこで見た光景が、SY さんを中心に血の海。SY さんが大声で泣き叫んでいました。医者、医者、お前、許さないぞ。私は大慌てで救急車を呼んで、会社に連絡して病院に付き添いました。SY さんから後で聞いたのですが、家の外回りを見て回っていると、私が SY さんを呼ぶ声がする。表の方に行くと見当たらない。家の上の方から、おーい、おーい、と聞こえたそうで、上を向くとアンテナが折れて落ちてきた。ヤギアンテナ、というやつでしょうか。左足太もも数箇所に穴を開けて、貫通して刺さってしまった状態に。それから2、3日は、いろいろとごたごたがあって、その物件のことは忘れていました。アンテナの老朽化による事故で、結局は片付けられました。SY さん自体の怪我は、まあ結構きつい状態でしたが、
例の IT 住宅案件は進めることができるという感じでした。確か2月の18日あたりに、お前、あの案件は進めろ。俺はちょっとまだ動けないけど、WM が協力してくれるから。見積もりを上げてこい。そう命令されました。2月19日、WM さんと一緒に例の物件に行きました。まだ玄関に血の跡が残っていて、WM さんが、すげえな、血が乾くとこんな色になるんやな。アンテナも修理やな。これ一回きれいに水かなんかで掃除しないと変な噂立つかもな。ははは。変な噂ってただの事故ですよ。よっぽど YT と MK が関わっていた物件の方が怪しいじゃないですか。え？え、何言ってるん？それ、ここやで？お前、知らんかったの？私は SY さんから聞いた話を WM さんにその場で話しました。おかしな話やな。そういや、TW 覚えとるか？はい、年末に退職したって SY さんから聞きましたけど。WM さんはニヤニヤしながら。あれな、退職ちゃうね。ほんまはな、行方不明。年末に TW から電話が一本あってな。ちょっと寄るところあるから遅れますってな。それからは連絡なし。奥さんも捜索願い出して、会社の方にも警察来てるで。もちろん社内には秘密だけどな。本当ですか？この物件が原因ですかね？ははは、そんな非科学的なことあらへんよ。ここ事故物件でもないし、全部偶然でしょう。2月19日。そんなこんなで、WM さんとその物件で、後始末やらの準備をしていました。ランに詳しい方ならお分かりになると思いますが、ランを屋内に這わすとき、コンセント形式が使いやすくて便利でして、ローゼットというものを使用します。電源タップに近いものだと思ってください。私は各部屋にローゼットを配置するための場所決めをしておりました。そろそろ終わろうかなと思っていた矢先、2階から WM さんが、おーい、おーいと呼ぶ声が聞こえました。それで階段をトントンと駆け上がった瞬間に、何でしょうね、突き飛ばされたというか、壁に当たったというか、全く予期していない方向にバランスを崩したんです。階段から後ろにこけて、首をぐきりというか、ゴリッというか、バク転を失敗したような状態で落ちて、その後にお腹を階段の段の角っちょに。何でしょうかね。大根おろしをするような感じですね。ゴリゴリって感じです。床まで落ちた後、背中に何とも表現しがたい、ものすごい痛みがピキッと走りました。2階の階段の上から1階の床に叩きつけられて、すぐ起きようとしたのですが、頭と背中にとんでもない激痛が走って、人間ってこういう時、声が出ないんですよ。口をパクパクしてると、一階の奥から WM さんが出てきて、何の音や、どうしたんや。
情けないことにその場で失神してしまって、気がつくと病院でした。頸椎の捻挫、および椎間板ヘルニア。これが私の診断結果です。医者には、階段から落ちた程度では、普通こんなにはならないよと言われて、1ヶ月近く入院をする羽目になりました。今はほぼ回復しましたが、椎間板ヘルニアで左足の神経を圧迫して、最終的に左足に痺れが残る形になっています。3月の半ば、私が病院を退院して、松葉杖をつきながら会社に行くと、とんでもないことになっていました。出社した日に、4月に会社を解散して自主廃業します。そう言われました。この時点で SY さんは退職、WM さんは事故で休止、社長は行方不明、他6人が退職済み。私を含めて残っているのは8人。たったの半年で半分以下になっておりました。管財人という人と専務がいろいろやっていました。詳細になります。3月半ば、私が病院を退院して松葉杖をつきながら会社に行くと、看板がなくなっていました。車内に入ると半ば片付けられ、閑散とした風景が目に入ってきました。私が驚いて中を見渡していると、すぐに専務のところに来てと呼ばれました。応接室だった場所に専務と経理の偉い人が待っていて、大変だったね。退院おめでとう。大変申し訳ないんだけど、会社廃業することに決まったから。きちんと退職金とかはできるだけ渡すから。本当に申し訳ない。倒産ですか？何かあったんでしょうか？倒産というか、今の会社の状態ではもう営業が続けられないんだよ。こんな感じでやり取りをしました。専務の話を要約すると、私が事故で入院した後、SY さんと WM さんが例の IT 住宅の案件を進めて工事を完了。2月後半には売りに出す、というところまでこぎつけたそうです。その後すぐ、WM さんが単独事故を起こしてお亡くなりになったそうです。場所とかは聞いていませんが、運転中の心臓発作が原因だと聞いています。SY さんの方は、奥さんが病気との理由で、3月前半にいきなり退職したそうです。後に残されたメンバーが仕事を引き継いだようなのですが、この時点で社内ではいろんな噂が飛び交って、どうしようもない状態になっていたようです。私が入院して、WM さんがお亡くなりになった時、新入社員含め6人が、怖いので辞めさせてほしいと退職願いを出したそうです。社長は夏から続くトラブルに、精神的にも追い詰められていたようで、専務にすべて任せると言い残して、連絡が取れなくなったそうです。残ったメンバーと話し合って、専務は自主廃業を決めたそうです。実際にはもっといろいろとあったようなんですけど、細かいことはわかりません。そんな中で、私の最後の出勤日を迎え、私と他の4人で焼肉に行くことになって、例の物件の話を聞きました。やっぱり、あの物件は何かあったんでしょうか？いや、
そうじゃないんじゃないかな。どうしてですか？あの物件扱ってからおかしなことが続いて、会社もなくなって、そんな気がするんですけど。まあいいか、最後だしな。実はね、あの手の奴は、あの物件を扱う前からちょくちょく会ったんだよ。え？人が怪我したり、えらい目に遭うってことですか？話を要約すると、今の会社 A の前、社長が独立する前に勤めていた金融会社が、俗に言うそっち関係で、死人が出たりと、かなりきつい商売をしていて、その金融会社にも似たような事件が起こったそうです。社長はそれが怖くなったのと、その商売のやり方がどうしても納得ができなくて、独立をすることにしたそうです。そんな社長を慕ってついてきたのが、専務と TW さんと SY さんと、他何人かの創設時のメンバーだったそうです。例の物件は、前の金融会社の時の知り合いから紹介をされたものだったようです。物件自体は普通の代物で、違う会社に移されてからは何も起こっていないらしいです。あれで前の会社と接点持ったのが原因じゃないかな。金融やって、身に覚えのないところで恨まれることがたくさんあるからね。そう教えてくれました。はっきりした原因は未だにわかりません。もしかしたらただの偶然が重なっただけかもしれません。私自身は今は他の会社に勤めています。その後、メンバーがどうなったかまでは知りません。あの物件が原因だったのか、前の金融会社が原因だったのか、それとも、他にあったのかも。村。友人の A と、とある村に行った時の話。俺と A は仕事柄、いろいろな地方を旅して回ることが多い。仕事はテレビ局関係ではなくて、雑誌の記者みたいなものだ。その日は、ある村の心霊現象についての取材だった。昔何かがあって、村人の大半が死んだことで有名な村だったんだ。しかし、この手の取材は、時期になるとよく派遣されるもので、それも決まってただの見間違いや、風とか雨などによる自然現象が原因なのがオチだった。まあ、そこをうまくするのが俺たちの仕事なのだが、この時も俺たちは、どうせデマだろうと思って、さっさと帰って打ち上げでもしたいと考えていた。しかし、ことはそう簡単には終わらなかったんだ。東京から車で出て約4時間。県境を越えた後は山奥をさらに奥へと進む。そんな辺鄙な場所にその村はあった。家は結構建っていたが、見た目のボロさや、ところどころ剥がれ落ちた壁なので、もう長いこと誰も住んでいないことは一瞬で見て取れた。村自体は周りを高い木で囲まれていて、まだ少し昼を過ぎたばかりだというのに、太陽の光も当たらない、なんとも暗い場所だった。俺と A は早速取材を始めた。まずはボロ屋の写真を片っ端から撮って、その後、いかにもな雰囲気がありそうな沼や学校を撮ったりした。撮りたい写真が撮り終わる頃には、
もうあたりは暗くなってた。俺は A と相談をした結果、暗いと山道は危険だし、取材も早く終わったから、今晩はここで過ごそうということになった。俺たちは車で学校の前まで行って、そこに車を止め、軽い夕食をとると、夢の世界へと落ちていった。どのくらい経っただろうか。ふと目が覚めた俺は軽く伸びをすると、携帯で時間を確認した。時刻は午前1時50分。あまりにも早く起きすぎたと思って、もう一眠りしようと、ふと窓の外の廃校に目をやった。俺は目の前の光景に目を疑いそうになった。学校の教室の電気がすべてついていたのだ。しかもよく見ると、人らしき影も見える。おかしい。だって、こんな時間だ。普通に考えたって、こんな時間に学校の電気が。ましてや、人が学校にいるわけはないし。第一、ここは廃村だ。俺は、持ってきていたビデオカメラをズームにして、中の様子を見てみた。やっぱり人だった。それも老若男女問わず様々だった。そんな俺の気配に気がついたのか A が起きてきた。俺は眠気眼をこする A にビデオカメラを渡し、黙って学校の方を指さした。すると見る見る A も驚いた顔になって、その光景に釘付けになった。俺たちはしばらくそれを見ていた。しかし A が、もっと近くで見よう。これはスクープになるぞって言い出したんだ。いつもの俺だったら、こんなチャンス絶対に手放そうとは思わなかっただろう。だがこの時の俺は違ってた。なんだかよくわからないけど、すごく嫌な予感がしたんだ。だから俺は、A にこれだけはやめておこうと反対をした。でも、A は大チャンス、大チャンスと言って、全く聞く耳を持ってくれない。しばらく口論も続けていたが、A がもういいと言って、無理やり車のドアを開けようとした。俺は必死になって止めた。なぜだか必死になって止めようとした。しかし A はついに扉を開けてしまった。そう。それはごくわずかな音だった。車の戸が開く音などとてもごくわずかだ。しかし、俺は見てしまった。見てしまったんだ。A が扉を開けたと同時に、一斉に学校にいる人が俺たちのことを見たことを。俺は驚いて、怖くて、息をするのさえ忘れてしまいそうだった。俺の様子に気がついた A も、俺の視線の先をたどった。そして驚愕した。その時、学校の電気が一斉にふっと消えた。俺と A はビクッとした後、二人して顔を見合わせた。することはお互い決まってた。逃げよう。俺は急いで車のエンジンをかけた。さあ、いざ発進。と思った時、また学校の方を見た。俺は今度は悲鳴を上げた。なんと学校にいた人間が昇降口から猛ダッシュで追いかけてきていて、
しかもその手にはそれぞれ何かを持っているんだ。しかしそれがナタや鎌などの凶器だと悟った時にはもう車は発進していた。俺はこれまでの中で一番真面目に慎重に運転をした。車に追いつくことはないと思うが、それでも出している速度は80キロを超えていた。俺たちはただ前だけを見ていた。決して左右を見ようとは思わなかった。だって家という家から女や子供が顔を出して俺たちを睨んでいたから。村を出た。狭く荒れた山道も何とか越えることができた。本当にここはなんて村なんだ。萩生田村？杉沢村？俺の中に空想の中の村がいくつも浮かんだ。多分どれも正解ではないだろう。高速に乗ってサービスエリアに着いた時には二人とも汗びっしょりだった。俺たちは今度こそちゃんとした安眠を取ることができた。ぐっすりと眠れた。俺と A は汽車を辞めた。俺も A も会社は別だけどサラリーマンをやっている。生活は充実してる。たまに A と会った時はいつもあの時の話をする。本当にあれは怖かった。あの後会社に戻った俺たちは部長に必死にあの時の体験を説明した。だけど部長を含めた誰も俺たちの話を信じなかった。学校を撮ったビデオカメラにも何も映ってはいなかった。でも俺は信じてる、あの時の体験を。だって現に会社に帰った後車の後ろを見てみると傷がたくさんついていたから。あれはあの人たち、いや村民たちが投げた石の傷だと、そう今だったらはっきりと言える気がする。夢の風景。俺は小学生の頃よく怖い夢を見ていたんだけど、小さい頃寝る前に親父がよく怖い話をしてくれて、その影響もあったのかもしれない。そんな夢の中でとりわけ恐ろしく今でもはっきりと覚えている夢がある。夢の始まりはいつも決まっている。季節は夏で、時間帯はおそらく夜中の23時くらいだと思う。夢の中の俺は寝るために部屋の雨戸を全部閉めるんだけど、この雨戸を閉めるという作業が俺は大嫌いだった。雨戸を閉めるためには窓ガラスと網戸を片側に全部寄せて雨戸を引っ張り出す必要がある。そのため外の闇と対峙しなくてはならず、闇の中で何者かがこちらをじっと伺っている気がして俺は怖かった。俺の部屋には窓が二つあった。庭に面した南向きの大きな窓と西向きの小窓。南向きの窓はまだ良かったんだけど、西向きの窓の雨戸を閉めるのが何よりも嫌だった。その窓を開けると、手を伸ばしたら届くくらいの距離にブロック塀があるんだけど、その向こう側には雑木林が広がってて、真っ暗な雑木林の中で何者かがこちらをじっと伺っているようで怖かったんだ。
で、夢の話に戻るけど、夢の中でもやっぱり、この西向きの小窓の雨戸を閉めるときは、俺は怖かった。そして、この西向きの小窓の雨戸を閉めるとき、いつもそれは起きた。俺は雨戸を閉めるため、片側に窓ガラスと網戸を全部寄せて、雨戸を引っ張り出そうとする。そのとき、雑木林の暗闇の中に、何かの気配を感じる。恐怖で鳥肌が立つ。俺は恐る恐る雑木林の方に目を向ける。暗闇の中にはっきりと見える人影。その正体はスーツ姿の三頭身くらいの小柄なおじさん。そのおじさんがじっとこちらを見ている。そして目が合った瞬間、そのおじさんがなぜかもう目の前のブロック塀のところまで迫ってる。俺は恐怖で速攻で雨戸を閉めようとする。しかし閉めきれなかった雨戸の隙間からものすごい勢いでおじさんの腕が部屋の中に飛び込んできて、俺の胸ぐらをつかもうとする。俺は恐怖で叫び声を上げようとするが、声が出せない。そして、いつもここでシーンが変わる。気がつくと俺は、片側二車線くらいの広い砂利道の真ん中に立ってるんだ。道の両脇には森が広がってて、季節は夏なのか、セミの声が聞こえる。俺以外には誰もいない。道はずっと向こうまで続いている。俺は道の真ん中を歩き始めるところで、夢の記憶は終わる。ここまでが子供の頃頻繁に見ていた夢の中でも、一番怖かった夢なんだけど、これだけだと単に子供の頃見た怖い夢というだけで終わってしまう。しかしこの後、俺は一生忘れることができない恐怖の体験をすることになる。今度は俺が小学生5、6年生くらいの実生活の話。季節は夏で、ちょうど夏休み。毎日近所の友達と遊んでた。今はうちの周りは多くの人が引っ越してきて住宅ばかりになったけど、昔はそこら中に空き地とか雑木林があって、子供が遊ぶのには困らなかったんだ。当時はファミコンが流行っていたけど、今と違って、外で遊ぶことの方が多かったな。空き地でドッジボールやキックベースをしたり、川とか沼とか近くにあったりしたから、釣りやザリガニを捕まえに行ったり、あとはカブトムシとか取ったかな。とりわけ俺も、カブトムシやクワガタは大好きだったんで、友達と毎日のように取りに行った。で、俺が住んでいた町では、カブトムシやクワガタを取るなら、絶対にあそこという場所があったんだ。そこは自衛隊の基地で、一部一般の人も通り抜けとかはできるようになってて。基地の中には、雑木林とか貯水池、土砂などが積まれてできた小高い丘とかあって、エアガンとかサバイバルをしたりと、子供が遊ぶ場所としては最高だったんだけど、場所自体が学区外ということもあって、小学生が行くにはちょっと遠くて、貯水池などもあることから、親からは危ないから行ってはダメって言われることも多かった。しかし、
カブトムシやクワガタ取りには絶好の場所ということもあって、夏休みに友達と行ってみることにしたんだ。自転車で1時間ほどのところだった。国道から脇道に入って森の中を抜けると、いつの間にか敷地内に入ってた。敷地は広大で、ところどころにある立ち入り禁止区域には自衛隊の施設らしいものがあって、地面が土のところは戦車かわからないけど、キャタピラの跡らしきものがあちこち残ってた。誰かが作ったと見られる秘密基地のようなものもあった。俺と友達は良さげな雑木林に入って、スズメバチに注意しながら夢中で木を蹴っては落ちてくる虫を拾い集めた。噂通り木を蹴るとボタボタと落ちてきた。深山、ノコギリ、姫路城、コクワ。2時間もするとカゴいっぱいになって、俺は友達と開けた場所に戻り、持ち帰る虫の選別をして楽しんだ。選別も終わって日も暮れかけてきたんで、そろそろ帰ろうかということになって、自転車を置いた空き地まで戻ることにした。空き地の近くまで来たところで、ふと置いた自転車のすぐ近くに車が止まっているのが見えた。青塗りの軽トラックで、運転席には男性らしき人が座っているのが見えた。少し離れていたからよくは見えなかったんだけど、車の中で頭を前後に揺さぶるような動作を続けていた。俺と友達はなぜか急に怖くなった。基地の中は一般の人も通り抜けできることは知っていたし、悪いことをしていたわけでもないけど、なぜか怖かったんだ。茂みの陰から車の方を伺いながら自転車を取りに行こうか迷ってた。意を決して自転車を取りに行くことにした。鍵をすぐ解除できるように手に持って、車の後ろの方からそっと近づいて、鍵を解除し、その場から逃げるように二人で走り去った。水たまりとか砂利がある整備されていない道路だったから、乗るよりも手で押して走った方が早かったんだ。車の人は特に追っては来なかった。それでも怖くて逃げる速度は緩めなかった。その時後ろで、友達の待ってという声が聞こえた。走りにくい道だったから、足を取られてどうやら転んでしまったらしい。俺は振り返った。その瞬間、凍りついた。目に飛び込んできた景色は、夢に出てきたあの景色そのものだった。遠くまで続く広い砂利道。両側には大きな雑木林。腰を抜かしたわけではないが、恐怖で保っていた気持ちの糸がぷっつり切れてしまうという経験を初めてしたように思う。もう男の人のことなんかどうでもよかった。一刻も早くその場から離れたかった。俺と友達はなんとか無事家まで戻ってきた。友達には夢の話はしなかった。数日後、同じ学年の違うクラスの子供のお父さんが自殺をしたという噂が広がり、自殺場所はその自衛隊の基地の中だということだった。俺と友達はしばらく駐屯地で見た男の人の話で盛り上がった。あの時見た車に乗った男の人がその後のお父さんなのかは今でもわからない。
それ以来、俺も友達も怖くなってしまって、その自衛隊の基地には行っていない。俺は自分に霊感などないと思っているが、子供の頃はよく金縛りにあったり、正夢も見たりした。金縛りはしょっちゅうだった。体は動かないし、息もできない。足の親指から少しずつ動こうとするんだけど、あと少しってところで一気に力が抜ける。まあ、最後はうわーっと大声と一緒に汗びっしょりで飛び起きるんだけど、正夢は二回見てる。中学二年と三年の時、クラス替えがあったんだけど、夢の中で同じクラスになった人が全員実際に同じクラスになった。ただ今にして思えば、俺は昔少しいじめられていて、この人とは同じクラスになりたくない、なりたいとかいう願望があったんだ。クラス替えっていうのは、先生がいじめられっ子などには考慮して人選をするっていうから。夢の中での俺の願望と先生が考えてくれた人選がマッチしただけなんだと思ってる。金縛りも精神的なストレスから来てたものだと思う。ただあの駐屯基地で体験した恐怖だけは今でも忘れることができない。振り返った瞬間、初めて訪れた場所が夢に出てきた風景と全く同じだった瞬間、蘇った夢の記憶と恐怖。不思議な体験だった。今は大人になって、怖い夢も不思議な体験もないけど、やはりあの駐屯基地にだけは今でも行きたくない。